ああなるほどなるほど。まああの今でもフィットネスとして音楽と両方、活躍している、フィルマさん、今スポーツモデルの見どころについて結構ね話がこう派生した中で、スポーツモデルの審査基準ってどういうところにあるんですか。あ面白いですね、スポーツモデルの競技の中には、ちょっとそのボディービルフィジックと違うところっていうのがマッスルマス筋肉量勝負のところがないところですね。そこが大きな審査の違いというところはあるかもしれません。例えば、スポーツモデルになぜサイドポージングがないかというと、サイドポージングっていうのは体の厚みを測定するときに必要なポージングになってくるじゃないですか。そうなってくると、ハーフターン、フロント、バックっていうのが審査の基準になってくるんです。そこで筋肉の厚みの表現方法がないということは、スポーツモデルにはマッスルマスっていうのがないです。なるほどね。ということは、まあ、当然ながら体は筋肉がいっぱいあったりするとかっこよくは見えるので、筋肉が全く必要じゃないっていうわけではないんですが、まずそこが、フィジーク、ボディービルと大きな違いなどです。そうですね。はい、フィジーク、まあ、ボディービルは本当に筋肉量なんですよ。もう本当ボディコンテストあんま。まだご存じない方に説明すると、ボディービルはもうとにかく筋肉量、とにかくでかくなくてはいけない、もう詰まってもうムキムキです、とにかく。で、そのまあクラシックフィジークが抜いたらその下にメンズフィジークっていうのがあって、それもそれなりの筋肉量が必要なんだけれども、メンズフィジークまでいかない、いっちゃダメですもんね。そうですね。スポーツモデルは。はい、じゃあ NPCJ、FWJ で言ったら、アスリートモデルぐらいの筋肉量っていうのが、表現的には正しい。はい、前はフィジーク選手みたいな人も出てるよって言ってた時期もあったじゃないですか、スポーツモデル、はい、でも今のフィジークは完全にでかいんで、ものすごいでかいと思うんで、あれがスポーツモデルになるかって言ったらやっぱりほど遠いなとはやっぱ思うんです。いや、はい、そこまでいっちゃうと評価されないってことですか。いや、されないことはない。例えばそれがすごく、審査基準というか表現方法とかだったりとかが、もしもスポーツモデルにすごく合う綺麗で美しいというものをやってたとしたならば、確実に評価されると思うので、ただマッスルマスっていうすごく大きな筋肉で競い合うっていうのではないっていうのが唯一スポーツモデルの特徴かもしれない。なるほどなるほど。続いてその筋肉マッスルマス筋肉量っていうものがないですよっていう次に、必要になってくるのが分離度です。分離度、はい、ほう、この分離度っていうのは、筋肉がいわゆるセパレートですよね、はい、その今までトレーニングして培ってきた筋肉がセパレートしているかが大事なんです。要は肩、腕、前腕、それが筋肉の線が入ってセパレートが強い、分離していることがすごく評価で高いです。多分一般の人、はい、筋肉の分離って怪我ですかみたいな感じに聞こえると思うんですけど、筋肉の分離、ちょっとこれ、もっと聞きたい、詳しく、はい、要は簡単に言うと、ボコボコしてるように見えることが大体じゃないですか。分かった、これですね、はい、3D 感、そうです、立体感、立体感、これですね。そうです、でそれっていうのは、スポーツモデルで最も重要なのは、ちょっとトレーニング方法が違うっていうのは、対称筋だけを使った運動をすることによって、その各部位ずつを膨らませていってあげることによって分離度が高まるんです。はい、ここポイントになります。はい、対称筋っていうのは、はい、そこ対称っていうのはもう肩って言ったら肩のさらに細かいところまでいくわけですよね。はい、そうです。そこだけを、他の部位を全く使わずして、その部位だけを使いながら運動していくっていうふうにして、その使った部分を膨らませていってあげるんですね。そうすることによって筋肉が分離していってくるので、続いてその分離度を測るときに、とても大切になってくるのが鮮明度です。鮮明度、はい、鮮明であることが大事。その鮮明っていうのはイコール体脂肪率というふうに認識してても大丈夫だと思います。はい、要は体脂肪率が低いと体っていうのは筋肉が鮮明に見えやすいです。そうですね、はい、体脂肪がついてるとちょっと一見ふわって見えてしまうので、要はその分離度と鮮明度っていうものが審査の基準には大きく携わってくるんです。これっていうのはおそらくフィジーク競技もボディービルディングも各競技にも入ってくると思うんですね。加えて次に大切なのがここからが、ちょっと待って、はい、整理しよう。最初はもうマッスルマッスル、要はトッププライオリティが筋肉のサイズではないことで、次に、分離度、
そして鮮明度、はい、これ3つきました、はい、はい、4つ目です、はい、プレゼンテーションです、はい、このプレゼンテーションというのは、うん、髪型、お化粧、はい、顔の見せ方、化粧、ちょっと化粧ね、はい、はい、化粧、はい、この化粧というのはする選手としない選手がいるんですが、はい、ステージに立つ時の心構えとして整えてあげる、少し整えたりとか、もう思い切り化粧する選手もいるんですが、うん、そこも演出や自分を表現する時に必要になってきます、うん、はい、いた IFBB の、 あのプロクオリファイ、はい、オリンピアでも韓国の選手でめっちゃ綺麗に整えてきてる選手いました、はい、うん、で加えてカラーリングです。カラーリング、ボディーカラーですね、はい、ボディーカラーと、うん、衣装、衣装、はい、これで要はその選手がより自分に似合っているのか、うんうん、すごく人から見てかっこいいって思わせれるものの表現ができているのかっていうのがプレゼンテーションの中に入ってきます、うん、プレゼンテーション、はい、大きかったし今、はい、そう、もう頭から要は足の先までってことですよね、はい、うん、で加えてプロポーション、プロポーション、いわゆる頭の先から下先まで、うん、さっき言った自分の顔が小さく見えれるように肩幅を広げて、うんうんうん、要は肩の中に顔が3つ以上入るように広げてあげて、うんうん、小顔になるような姿勢をとる、うんうん、で大きな頑張ってつけてきた大円筋をしっかり広げてあげて、ウエストラインが細く見えるように姿勢を整えてあげて、うんうんうん、加えて比率、うん、要は自分の人体っていうのはだいたい5対5になりやすいですよね、だいたい要はポーズを取るときに重心っていうものを移動させることによって足を長く見せてあげて、うんうん、比率を4対6に見せてあげるようにするんですよ、うんうんうん、そうするそれで例えばパッて選手が出てきたときにその全体でモデルのプロポーションというのを自分で工夫して表現できているかというところが見られます。よく見える角度ですよね。はい、そうです、そうです、ポージング。ポージング、ポージングってもうこれスポーツモデルもメンズフィジークもそうなんですけど、自分の弱点を隠して自分のいいところを見せるっていう技術ですよね。はい、うんうん、で加えて、はい、その、これは、そのいろんな団体によって審査基準というのがまた様々ではあるんですが、そうなんです、うん、NABA WFF っていうものに関してで言うと、うんうん、ここはすごくドラマチックなところがあるんですけど、うん、人体っていうのは 人それぞれ で、 そうです、例えばなかなか自分の体が良くないけどすごく努力をして培ってきた筋肉に加えて、うん、すごくよく見えるように表現をしていてっていうドラマがあったりするのもすごく評価基準に高いです、うんうん、だから天才的な体の人が努力をしてっていう人たちも当然ながら評価はされるんですが、見てて美しいんで、うんうん、ただそうじゃなくて自分にたくさんのコンプレックスを抱いてるんだけどすごく頑張ってそこまで持ってきましたっていうものは見てる人は分かるんです、分かる、うん、そこへの評価基準っていうのも非常に高いです、はい、なるほどね、だから魅力的なのは、うん、私が NABA WFF っていうものに魅力をすごく強く感じたのは、自分へのコンプレックスを努力で補った人たちがすごく評価されやすいっていうのは、あ、頑張る価値があるなって思う段階ではありました、はい、そこがある意味ドラマだなと思って、いいなと思う部分でもあります。なるほどね、はいはい、そうかそうか、まあこれで全部揃いましたね、はい、審査基準と、私たちはよく審査員のためにアピールをしなさいっていう教えが本当にあったので、うんうん、私は当然ながらジャッジの人たちにアピールして、うん、その人たちのさじ加減によってランキングが決まっていくわけじゃないですか、うんうん、でもスポーツモデルの魅力っていうのはそこだけじゃないです、お、はい、っていうのは私たちはジャッジっていうのは当然ながらプロジャッジなんです。そうですね、アピールして自分たちにこうやって例えば私がジャッジをしてて私に選手がアピールしてこなかったって審査は簡単にできるんです、うん、バッて見てしまえば、はい、誰がどうだどうのこうの一瞬で分かるんです、うん、そんなのは向こうがアピールしなくたって当然ながら私はプロなので一瞬で判断できます、うん、だからこの時に大切なのは選手たちは審査席じゃなくて観客席の人たちの心をつかみに行くべきだと僕は考えます。お、はい、なぜかって言ったら、なるほど、ね、ここにフィットネスの未来がかかっています。お、例えば、うん、審査員に一生懸命になった選手、当然そこも大切です、うん、ランキングですから勝つことに意味があるので、うん、当然それも大切なんですが、そうじゃなくて自分の演出力や表現方法で観客席の心をつかんだ場合、うん、観客席の人たちは僕も
いつかああいう風になってみたい、私もああいう風に挑戦してみようっていう風にさせることが僕たちの役目なんです、その選手がそういうような意識を持ってステージに立つことによって未来につながっていくので、僕たちステージに立っている選手っていうのはもう必然的に成長していくんです、でも大切なのはここにいる人たちなんですね、なるほどね、その人たちをいかにこっちに連れてくるのかっていうのが選手の役割だと私は考えています。おお、なるほどね。で当然ジャッジにそのアピールすることも本当に大事です、一人一人の心を掴んでいく、ジャッジの心を掴んでいけば当然ながら評価にもつながるんで、それも絶対的に大事なんです、加えてです、僕たちはそこのステージの上に立ったら観客の見てくれている人たちの心を掴むのが大切と僕は考えています。なるほどね、はい、そう、今あの誤解が生まれないように話を整理すると、あの観客だけにアピールしろということではないです。もちろんあの、勝負なんで、僕たちの IFBB プロフェッショナルリーグ FWJ も審査員、審査員にしっかりと自分の体を見せる、見せなさいという、あの教えをしています、ただし、そこに加えて、あの来てくれたお客さんが、ああ良かったな、見て楽しいショーであったな、ああなりたいなと思う、あのエンターテインメントの部分も非常に審査員としてのフィルモアさんはジャッジングのポイントとして見るよっていうことですよね、あので加えてここがいわゆるスポーツモデルと違うカテゴリーの違う部分がここにあるんです、要はフィジーク選手、ボディービルディングっていうのは、各部位を作ってきたものを表現していくものになるんで、やっぱり完全に心をジャッジする、でもスポーツモデル選手には表現力っていうものがあるんで、なのでそこを飛び越えていってほしいんです、より、なるほどね、そうプラスアルファの部分で、そういうところも大事にした方が、よりフィットネスも楽しくなるでしょうしね、そうですね、未来につなげてはいきたいですよね、やっぱり、なるほど、まあでも本当に日本のフィットネス文化っていうのが、本当にやっぱり、LPCJ でもあのフィットネスエキスポとかやってるじゃないですか、こうアメリカっぽくなってきたんですよ、本当に。わかりますよ。なんか、本当海外っぽくなってきて、カネキンとかね、ジン君とか、エビ君とか、こういろんなこうフィットネススターみたいなのが生まれてきて、で、新しいこのスポーツモデル。なんかスポーツモデルでもなんかそのうち、ね、フィルさんたちの次の世代、今孝太郎さんとフィルさんが、ね、そのスポーツモデルって部分では日本を牽引してるけど、出てきてほしいですよね、次の世代のスターが。そうなる子たちに私たちが得た、学んできたことを今伝えてる最中ですね、本当に誰がどうなるかわからないですし、実際私はそのネット上だったりとか見てると、もうそうなってる人たちはいるんですよ、いっぱいいるんで、だからすごい楽しいんだなとは思うんですよ、やっぱり結局は自分たちだけのものじゃないんで、フィットネスっていうのは、それを先につなげて、先につながった人たちがさらに先につなげていくことが大切だと思うんで、言ってしまったら僕たちがやってるコンテストっていうのは一見華やかに見えて、今フィットネスが好きですって言ってる人たちからしたら情報が満載で反映してるように見えるかもしれないんですけど、一歩離れてパッて見たら、僕たち選手は一般人にみんな知られてるかって言ったらそうじゃない、まだまだですよ、要はものすごくマイノリティな文化なんです、これをいかにその先につなげていくかが私たちの役割だと思うので、ここに私は常によく考えてます。いや本当そうなんです、今日僕とフィルモアさんが、まあ昔僕たちの FWJ に出ていただいたっていう経緯もあります、あり他のつながりもあるけれども、今違うステージでなんだろうなフィットネスをやっていても今日こうやって2人で話してるってのは、本当フィルさんがおっしゃってるように、まだまだ日本のフィットネスって盛り上がってるように見えるけど、遠くから見たらまだちっちゃいん で、結局僕らみたいなこうちょっと年齢のいってるメンバーがこうやっぱ日本のフィットネス自体、フィットネス産業自体をこうもう少し発信していきたいなっていう思いがあって、今日この2人の対談とかもあるんですよね。日本の車産業でトヨタと日産があるように、いろんな会社があって、本当そうですよね、ただ日本の車産業っていうか、フィットネス産業はまだねちっちゃいんですよね、そうです、本当にそうです、だから何のすごいかもできないです、本当にそう思うです。
業界だけの中で見るとなんか盛り上がってるなと思うんですけど、そうです。でも本当それはそこだけなんで、うん、そこにいち早く気づいてほしいのもあるんです、うんうんうん、私はよく人格の形成っていうふうによく言うんですよね、うん、それの意味っていうのは、うんうん、僕たちボディーコンテストの選手って勝ってしまったら、すごくいい体を作ってしまったら評価されちゃうんです。心とか関係なし。なるほど。要は一生懸命ボディメイクをしてトレーニングだけ特化して表現力も高めてパッてステージに立って1位を取りました、うん、もう心のとこなんて見えないという、うん、でもそういった1位を取ってしまった選手の人たちは一見自分のしてきたことが全て正しいと思います、うん、本当はまだ学ばなきゃいけないこともあるし、その人よりももっと強い選手やもっと上に行かなきゃいけないのに、自分がそれで全てだって思ってしまうぐらい、団体や大会っていう人の1位や優勝っていうのはものすごくその人の心に影響を与えてしまうんですね。この時にじゃあそうした人たちがもしそれが間違った発言だった場合、違う方向に行ってしまうんです。だから僕が言ってるこの人格の形成っていうのは、1位を取るにふさわしくプロになるにふさわしい人であるべきだと僕は思うんですね。それはなぜそれを強く言ってるかって言ったら、うん、今これのフィットネスのシーンで、うん、たった今それで十分に活躍できていいかもしれないけど、うん、本当に未来のことを考えたら、うん、今大切な部分は核になる部分なんです、うん、この核になる部分がちゃんと人格が形成されてて、うん、勝ってる選手の人たちは誰もが憧れて、うん、あの人すごくいい人だよ、すごくいい影響を与える人だよ、あの人の発言力はすごく高くて本当にいいことを言ってるってことがもしもみんな各地で行われてたら、うん、フィットネスのシーンはいい形で反映するんです、うん、でもそうじゃなくて、いい力を身につけたのに1位っていうものになってしまったのに、人格っていうのがないがゆえに違う選手が自分に頼ってきたとき、その人をいきなりライバル視して君はこうだね、ああだねって言ったらその人の未来を潰しちゃう、うん、でもその人は、まあ、1位の選手に言われたからって言って傷ついてしまうんですね、うん、でもそこで人格者がもし1位を取って僕がちょっとこういうことで悩んでますって言ってきたときに、その人をライバル視としてじゃなくていい選手として導けている力があったとしたならば、その人は光る、ね、じゃあそこから先にどん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 反映していくんです。だから私が言っているのは、フィットネスのシーンで人格の形成をしていきたいっていうのはそこにあるんですね。なあ、やっぱりこう自分の持っている情報を後世に伝えて広げていかない限り、フィットネスは世に広まらないと、はい、っていう考えですよね、はい、うん、でそのためにはやっぱり人格、そうです、人間形成が非常に重要であると、はい、いうことですよね、はい、思います。あのね、孝太郎さん前回話してて思ったのは、熱いんですよ。でもうそのままもう火が燃えてて触ったら熱っていうような感じなんだけど、ヒルさん熱いんですよ。熱いのは変わんないんだけど、ドライアイスみたいな感じクールに触ったら躍動するみたいな、それ、いやいやいや、そういう熱さ、お互い熱い、孝太郎フィルモアライン、もう熱い、もう本当にタイプが違う熱さですよ。彼はすごいですからね。私はイチロー選手とか、はいはいはい、日本ですごいなって思う人たちいるじゃないですか、はい、それと同じ部類が松原孝太郎です。ちょっと待って、イチローと松原孝太郎並んだぞ、はいはい、私の中では生きてるうちにこんなすごい人見れてよかったって思える人が彼です。だって私に勝ったんですから、うん、もう僕は、まあ、すごいなって本当に思ったんです、うん、僕は彼に負けることは絶対ないと思った。もうそれは僕が一番努力してるっていう自信があったの、うんうん、でも2人の、このバトルのね、もうあったんですよ、はい、ドラマが、はい、一般の人は多分もしかしたら知らない方もいるかもしれないですけど、はい、もしかしたらショー TV の、視聴者の皆さんは知ってる人が多いと思う。フィットネス好きな人多分多いと思うんで、はい、そう、この2人のねバトルもねまたね熱くてね、はい、ヒルさんのインスタとかもね見るとそこにまたドラマがね生まれてるから、ちょっと聞いちゃおう、はい、と、はい、それは2人が同じステージに立って戦う、はい、ガチンコバトルになったわけですよね。そうです、それをずっと望んでたんです。望んでた。私は彼と戦う時毎回本気で戦って、うんうん、ずっと勝ってきたんです、うん、ステージの上で勝ってきたんですね、うんうんうん、でまあずっと同じようにいつか一緒の舞台で戦って勝負しようって言いながらずっと今まで歩んできたんです、うん、初めて出会った時は、うん、出会った時は SSA で、うん、SSA の大会で初めて出会って、
うわフィルモアじゃんみたいな、うん、フィルモアじゃんみたいなノリで来たっていう、まあ、あまあ、もっとこっちもっと、まあ、手姿勢だったんですけど当然ながら、うん、でもあもうこういう感じで来たっすよね、うん、まあすげえこの人超胸でかくて体やばいなみたいな、うんまあ、超かっこいいなって思う人で、まあそういう感じで出会ったんです。でも出会ってから会う機会は何度かあったんですが、お互い連絡先は交換しなかったんです、うんうんうん、それはなぜかって言ったら最後にベストオブディジャパンの日本大会があったので、うん、その大会でじゃあもう一回勝負しようねって言って、うん、じゃあ終わったら友達になろうって言って、うんうんうん、その大会で私が勝って終わったんです、うんうん、で電話番号交換したんですね、うんうん、翌年もサマースタイルアワードで一緒に横浜大会で戦って1位になったんですね、うんうんうん、でそういうことを繰り返してたんです、うん、そんな中当然ながら私はそんな彼を認め好きでやっぱ日常的に努力を強くしてたからライバル視ができたんです、うん、でも絶対負けない自信があったんです、うん、僕の方が努力してたので、うんうん、でももう一度ナバのステージで戦う日が来たんですね。それが2019年、はい、19年の9月のグランプリですね、うん、ナバでは、比較審査の時に1対1の審査があります、うん、要は同じ体のクオリティもしくはまあ、審査基準が両方とも満たしてて得点がほぼ変わらない状態です、うん、じゃあこの1対1で勝負してどっちが強いかやってみましょうっていう審査があります、うん、たまたま僕たちはランキングが一緒だったんですよ。それで順位がね、はい、どっちがど、まあ、分からんわと2人比べてみないと、はい、で1対1の審査が始まって負けたんです。ただ、うん、負けた時に僕は初めて人に負けてそんな悔しいしか思ったことないのに清々しさがあったんです。それはなぜかって言ったらもしかしたら僕以上に努力してるかもしれないっていうのは遠く離れてても感じたんで、やばいなって僕はちょっと今回本当にやばいなって自分でも感じる要素があるぐらい彼は努力してたんですね。だから負けた時に彼だったら全然しょうがないと思って清々しい気持ちではありました。ただそこのプロ戦に向かうまでに自分に未熟さがたくさんあったんで大会が終わってからはずっと泣きながらトレーニングしてた、うん、嬉しかった。涙が止まらないって、はい、あのインスタにも書いてあったっすよね、はい、最近涙が止まらないっつって嬉しかったっすね、うん、あでもそうやって日本のフィットネスのレベルが上がっていくんですよね、うん、こうなって情報を伝えて情報を伝えてどん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 こうレベルが上がっていくっていう。でも胸中穏やかではないことは間違いないですよ。2020年やってまいりました、はい、フィルさん今年はどういうスケジュールで、はい、あの戦いに臨むんですか。はい、私は4月11日のプロのステージでグランプリを取ります。なるほど。ってことは、はい、ちょっと待ってもう、はい、今調節入ってます。減量入ってます、はい、調節というかダイエット入って、はい、体脂肪をこう落とすように今やってますね。さあ2020年オリンピックイヤー、まあ、オリンピックだけどもフィルさんにとってはそこがもうオリンピックよりも重要なところだと思うんですよね。あのオリンピックのおかげでね、うん、運動に興味も湧いてくれる人たちもいるのですごい大切なことですけど、うんうんうん、僕の人生の中の2020年は、ね、自分にもう一度かけて、うんうんうん、本当にちょっと人生をかけるじゃないですけど、うんうんうん、本当に全てを注いで戦ってみたいです。さあもうあのスイッチ入ってます。もうエンジンかかったね、フィルモアさん、日本のフィットネス本当に、僕たちがこう2015とかね2014とか、まあ、こう走ってきて、はい、今めちゃくちゃ盛り上がって楽しいじゃないですか、はい、楽しいです。そんな日本のフィットネスに期待することってあります、フィルモア、うん、選手が今目立つ選手の人たち、うん、ましてや今年1年活躍した選手の人たちが、うん、自分たちのフィットネスをするんじゃなくて、うん、その先につながるような視野になってくれたりとかして、うんうんうん、その未来につながっていくような活動というか運動というか、うん、そういう風になっていくことを願いたいっていうのがあるんですよね、うん、さっきお話ししてたことにつながりますね、はいはい、それはやっぱ強く願うです。やっぱり、うんうん、パッて蓋を開けてみたら私もナバ WFF コリアプロっていうプロの称号があったとしても、うん、コンビニに行っても店員さんが私のこと知ってるわけではないんで、うん、はいはい、でもそういう人たちがいずれ私たちの下の世代の子たちが、うん、なんかのプロの選手になったよってなったら、うん、周りが騒いでしまうような感じなぐらいまでのフィットネスシーンに持っていきたいじゃないですか、うん、でも本当そうであってほしい。日本人の選手がそれこそ、まあ、オリンピアもそうだし
そのフィルさんたちの、あの韓国になるんですか、一番の大きな舞台は。はい、ナバー WFF ってなると韓国が最もスポーツモデルでは最高ハイレベル、ハイレベルですよね、はい、いやそこで日本人選手が勝った時にヤフーのトップニュースに載るとか。あ、そうですね、そういうことですよ。いや本当そうですよね、はい、そこにつなげていきたいですよね。ニュースの一面飾るようになるとか、はい、やっぱそういう風にフィットネスが認められるように僕たちもこれからいろいろ伝えて、はい、あのやっぱそこなんだな、広げていきたいですね。そうですね、うん、さあスマホショッキング、はい、ここまで長々お話を聞いてきてね、だんだん日も暮れてきました。はい、寒い中本当すみません、ありがとうございます、まあ、隣はめちゃめちゃ暑いからね今日は次の方にバトンをつないでいただきたいと思うんですが、どうですか、はい、ヒルモンさん。私あのプロ選手になるきっかけを与えてくれた人でもあるんですよ、はい、実はあの私は、うん、今からご紹介する人のところのお弟子さんだったんです。お弟子さんというかもう私はそこにトレーニングを教えてもらいたいって言っても叩いてますね。でその、一番初めの先生だった人です、はい、でその先生が大阪に引っ越してしまうんで、はい、私はその先生のコーチを紹介してもらって、うん、そのコーチとともに、プロの選手になれたんですね、うんうん、っていう時のきっかけを与えてくれたのがシレーナさんです。シレーナさんですね、はいはい、あの私もご存知のシレーナさんで、はい、シレーナさんです。いい、はい、いいんですね、はい、なるほど、はい、シレーナー、はい、はい、まあシレーナさんといったら、まあはい、NPCJ の、まあ、クイーンですよね。もう一番最初の頃からビキニ選手としても活躍していて、はい、でまあその他その後、まあ、いろんなところで活躍して、あの今年またあの NPCJ、あ、去年か、2019年はまた NPCJ のステージに、舞い戻ってきた、まあ、彼女もね、いろいろね、もっとこれ言うねんとこ、うん、来た時にしよう、出てくれるかな。お電話って繋がりそうですかね、はい、ちょっと電話してみますね。ちょっと電話して、はい、ちょっとシレーナさんにあの連絡をしてみます。はい、面白いなぁ、いろいろ友達の輪広がるなぁ。そうですよね。じゃあスピーカーで、スピーカーを向こうにこう向ける形で、音量大きめで、これマックス、はい、かな。接触中かな、出ないかな。来い。一応16時から17時あたりに電話しますっていうのは一応伝えたんですけどね。ちょっとあれかな、セッションか。ああ、そうそう、あの、はい、あ、どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。あの、本年もどうぞよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。あの、今、ちょっとシレーナさんのお話しさせてもらってですね、はい、あの、ショウさんのスマホショッキングなんですけれども、はい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、じゃあタモリさんに変わります。すいません、ごめんなさい。シレーナ、ショウです。ご無沙汰してます。なんか変な感じだね、ここで話すとね。いや、本当変ですよね。ねえ、コンテスト会場でいつも会うのに、ねえ、まさか、フィルさんとこの三者通話みたいな。いや、本当にびっくりだ。ねえ、するようになるとは思わなかったけど、はい、スマホショッキング、まあこのフィットネスでこう輪を広げていくと。はい、まあフィットネスを、まあ今もフィルさん熱く語ってもらったんだけど、フィットネスでこう、世界を明るくしようと。はい。いう、はい、ことで。ショー TV のスマホショッキングというコーナーがあるので、ぜひちょっと次 の、はい、あのゲストとして来ていただきたいんですが、はい、来てくれるかな。いいと思います。いいね。シレーナもノリいいね。どんなんでいいですか。どんなんでいいです、はい、私も初めて人生初のいいとも言いました。はい、私も今初めてだ。多分フィルさんのいいとも、シレーナのいいとも、うん、多分もうなかなか世の中聞けないと思うからレアだから。ありがとうございます。超安い。うん。じゃあちょっとまたいろいろ聞くので、うん。いろいろ、いろいろ聞かせていただくので、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところ、ありがとうございます。忙しいところ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ翔さんから連絡行くようにします。了解です。お願いします。すいません、シレーナありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい。
ということで出てくれるって出てくれました。そして電話も出てくれました。シレナさん、まあちょっとまあ僕 D さんと高太郎さんよりもつながりがもともとある。そうですよね、はい、D さん高太郎さんはほぼほぼつながりない状態で来ていただいたんで、今日は、ありがとうございます。本当にね、いいお話を聞きました。まあちょっとこれからも本当に、僕たちの年齢、まあ、僕たち現役辞める気はないですけど、そうですね。ね、息の長い競技でもあり、さっきフィットネスの終わりはないと、フィルマンさんもおっしゃってましたんで、はい、僕もフィルマンさんも選手としてもまだまだ頑張るし、はい、ね、やっぱりフィットネスをこう盛り上げていく。ね、日本中盛り上げていって、まあ、世界に認められる、世の中に認められる、競技に、ジャンルに、スポーツにしていきたいなっていう思いで今日お話しさせていただいたんで、頑張っていきたいと思います。フィルマさん、本当にお忙しい中、いや、今日は嬉しかったです。ありがとうございます。来ていただいて、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、フィルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。